効果いくぞー。ついに最強のアプデが来た。これで動画ネタになる。今回のアプデは動画ネタになるとは思えないが。ってわけで本日も再生数が低いながら動画を上げていますので、ぜひとも高評価をお願いします。頼み方がいやらしいな。でも実際高評価もらえればモチベが段違いでしょ。まあそうだな。てか高評価が少なくても動画投稿しろよ。なおい、誰にキレてんだよまったく。ではそろそろアプデ内容を視聴者に伝えてください。なんでもブルーベリー学園ってところに交換留学へ行って歴代御三家とか新たなパラドックス。それポケモンのアプデじゃねえか。フォートナイトのアプデをお願いしますよもう。様式聞いて驚け見て笑え。笑われてるのはお前だよ。なんとあるものが変更されました。で一体何が変更されたんだ。ちょっと待ってね。テンポ悪いなぶっ飛ばすぞ。キーン乱暴。ってわけで今回のアプデで変更されたものを簡単に紹介します。で一体何が変更されたんだ。歩く速度が速くなりました。おついに元に戻ったのか。はいこれは新シーズンが始まった時の映像だね。左がシーズン OG で右がチャプター5だな。左はこの何年もの間変わることのなかった動きだね。体に染み付いてしまってるよな。でもこの新シーズンに入ってから右になってしまって視聴者の皆さんも不満が大噴火したと思います。私はキレすぎてスイッチをぶっ壊したぜ。あそれはただのバカ。でもこの前のアプデで元に戻ったかに思われた。戻ったみたいな情報が出てたよな。でも X ではこれ元に戻ってないんじゃねみたいなポストで溢れていた。それがようやく今回のアプデで戻ったね。でもせっかく慣れてきたのに元に戻ったらまた違和感だぜ。マリサみたいなひねくれ者はことなむいてないよ。こうやってシーズン OG までと比べてみても完全に戻っているわね。リアルな動きはそのまんまだな。まあリアルな動きのまま速度を戻すって運営さん言ってたしね。ってことでアプデ後の最初の試合に行ってみよう。歩きの速度はどんな感じだ。違和感バリバリだね。ほら見ろ言わんこっちゃない。お前だって新環境に慣れきってたんじゃねえかよい。実際に運営さんが慣れろって言ってたしね。慣れてきた頃にこれよ。じゃあお前も向いてねえよ。まあでも OG まで慣れ親しんだものだし元に戻った速度に慣れるのもすぐってもんよ。まあ何が違和感だって聞かれたら妙にリアルな動きの方なんだけどな。速度が速い遅い以前にこのくねくねした動き、これに苦言を呈する人も多いってもんだ。細けいことはいいんだよ。慣れろ慣れろ慣れちまえ。慣れないやつから負けていく。おい霊夢あそこに敵さんいるぞ。あ本当だ。あれ?スナイパーのバグは戻ってない感じ?スナイパーにバグなんかねえよ。バグってるとしたらお前のエイムだ。っていうか歩き方もバグじゃなくて仕様なんだけどな。こうなったらスナイパーなんか使わないでサブまでゴリ押してやるぜ。やっぱりバグエイムの持ち主にはゼロ距離のサブマなんだよね。自分でバグエイムって言っちゃってるよ。あと今回のアプデで変更されたのはしゃがみ歩きも変更されているよ。これめっちゃ遅くなってたからな。助かってるぜマジで。じゃあしゃがみ歩き縛りやってね。なんで?あと変わったものって言えばメダリオンの絵柄。私にはどっちも同じに見えるが。はいはい、こんなおめめ口穴さんは放っておいて。誰が口穴だおい。絵柄がくっきりわかるようになってるよ。まあちょいと判別しづらかったからな。でも私は怖くてメダリオンなんか狙いに行けないんだけどね。マジでビビりすぎだろ。持ち主は居場所がわかるんだからガンガン近づいてバッタバッタと倒していこうぜ。それはそうなんだけど考え方が脳筋すぎない。ってことで他に変わったことはメダリオンの居場所のサークルが小さくなってミニマップが見やすくなったことかな。終盤マジで見えづらかったからな。不便でしかなかったぜ。まあマリサは持ってない側だもんね。んなことねえよ毎回所持してたわ。お前そろそろ葬るぞ。なんでそんなに口が悪いの。おっとあっちから敵さんが戦う音だ。よっしゃ倒しに行こうぜ。拳でボッコボコにしてやる。だからなんでそんなに脳筋なの。私は隠れながらスナイパーを撃ったりショットガンで撃ち合うゲームがやりたいんだけど。なんか今回のマリサおかしくない。何もおかしくねえ。語り合おうぜ拳でよ。クソショットガンのエイムすら悪い。おおガンガン突っ込め突っ込め。ポンプショットガンなんか使ってんじゃねえよ。男はガンガン攻めるオートショットガン一択だろ。私は女なんだけど。ってやばいやばい。マリサのボケに付き合ってたら倒されちゃいそうだよもう。ふうなんとか倒せたっちゃ。ってことでオートショットガンとサンダーサグマの見た目が変わったぜ。あんま変わってなくね。こんなレベルならいちいち言わなくってもいいんだけど。でも今回の動画はアプデでの変化だしな。っていうか歩き方の変化だけじゃ動画尺が足りねえんだわこれ。まあそれはごもっとも。あとは夜がやけに暗かったけどそれが少し改善された感じかな。私はスイッチだし影があるからなんとも言えんが、影なしでやってた霊夢もすげえ暗かったよな。そうそう影なしなのに影があるみたいな。そこに敵さんがいるんだけど昨日までだったら夜だとあんまり敵さん見えなかったしね。ってことで敵さんを倒しに行こう。おっとこれはもしやボットさんか。敵さんのエイムがとんでもないからな。私のエイムもとんでもないけど私ももしかしてボットなの。いやさすがにここまでポンコツな動きされたらこっちも困るんだが、ひたすら建築壊してたもんね。さすがの私もここまでじゃないかも。おいレイム今の音を聞きつけた敵さんが来てるぞ。ってことはプレイヤーの敵さんだね。またエイムが終わっちゃった。思いっきり外してたぞ。私のエイムもアップデートされねえかな。なんて言いながら戦ってますけども、建築スキルもアップデしてほしいもんだぜ。歩く速度が遅くなって建築バトルにも影響が出てはいたけどさ、新しくなっても元に戻ってもこうやって何も影響がない人だっているんだよ。そうやって文句は言ってもさ、そんなバカみたいに目立つスキンを使ってでも頑張ってるじゃねえか。まあ、クリスマスだから多少はね、こういう季節系のスキンってさ、全然違う季節に使うとなんだかなってなるからこういう時に使わないと、もったいないでしょうに。急に切れるなよびっくりするだろ。でさっきからスナイパーも全く当たってくれんのよ。狙わねえと当たってくれねえよ。いやいや私だってめっちゃ狙ってるがな。なのにこうやって建築で防がれるし、たまったもんじゃないよねこれ。で結局はこうやって醜いサグマの打ち合いになっちゃうんだよ。まあでもそれで勝てるならいいだろ。勝った方が正義だ。うん明るくなってもめっちゃ見やすくなった。前はなぜかこうやって昨日後ろにいても暗くなってた時があったしね。だから今度こそこのスナイパーを敵さんに当ててやる。今日いいとこないからな。頼むぜマジでよ。
すばしっこい敵さんだな。あの敵さんだけさらに歩くスピードが速くなってたりしない？そんなわけねえだろ。自分の腕前を真摯に受け止めろ。すばしっこい敵さんだな。あれこれデジャブ？何回も同じシーンを見せられてる。おっと敵さんが窓を開けてきたね。これは狙いやすいから外すんじゃねえぞ。すばしっこい敵さんだな。あれこれデジャブ？私もしかして囚われてる？ループの波に囚われてる？いやまあフォトナのプレイヤーはループに囚われてる設定だけどさ、実況までもがループに囚われてたりするのこれ。すばしっこい敵さんだな。いやお前がゲームキャラみたいに同じセリフしか言えなくなってるのか？そうです、そうだった。いやなんとか当てられそうな敵さんではあるんだけどさ、なかなか当てられなくて困るよねこれじゃあ。もうアプデ内容も話すことないし、あといやお前が当てられるんかい。ちょっと余裕こいてたら当てられたね。いやここはもう諦めよう。諦めてアンチへ向かおうじゃないか。今日は当たらねえ日だなこれ。素直に逃げた方がいいぞって言ってる間に違う敵さんへ向かってるのかよ。しかも外してるし。もう回復アイテムがないんだ。この敵さんを倒して物資を奪わなければ。そういえばこのよじ登る機能なくしてくんね。登るように操作してんのはお前だけどな。いやでもなぜか勝手に登っちゃうんだ。ほらね、チャンネル登録と高評価をね、一つはいよろしくお願いします。ってことで次のマッチももう終盤。いやいやそれまでの過程を映しとけよ。録画し忘れたからしょうがないでしょ。実況者やめちまえ。じゃあ実況者らしくコメント返信でもやっていきますか。今シーズンで一番のお気に入りの武器は何ですか？これは圧倒的にスナイパーですね。さっきめちゃくちゃ外してたけどな。スナイパーならヘッドに当たればワンパンできる。対面弱者にとっては夢のような武器です。対面が弱いのも夢であってほしいものだぜ。パンはパンでも食べられないポテトはゴーギラ？これどんな質問なの？理解するだけで脳みそがぶっ壊れそうだぜ。コメントくれるのはこんなんでもありがたいからな。だからまあ全然いいんだけど。ゴリラになれば理解できるかな？私は前の動画でゴリラにされたけどな。ショットガンのミシックにスコープがついてるのはどう思いますか？これは人によってめちゃ分かれるよね。私は腰打ちしかしないから関係ないぜ。これ困るんだよね。いつも買ってる飲み物に興味のないおまけがついてくるんだけど、捨てるのももったいないし、かといって残しておいても邪魔だし。なんか関係ない話してる。お前のコンビニ事情とか知らねえんだよ。ショットガンのスコープについてどう思うか聞かれてんだぞ。私はスコープの方が狙いやすいので全然ありです。最初からそうやって答えておけよマジで。ってことでコメントありがとうございました。一件でもコメントがあるとモチベに繋がるので大変ありがたいよな。なのでこれからもぜひコメントお願いします。この動画にもぜひコメントしていってね。で、ブッシュに隠れてたのがバレた。あと残りの敵さんは3人だぞ。ここでデスしたらもったいない。しかもストーム縮小も始まる。ここは早めにケリをつけるしかないね。とはいえこれはダイヤランクだし、ここまで生き残ってるのは相当の猛者だと思うぜ。ずっとブッシュに隠れてたお前と違ってな。ノーアルツメは鷹を隠すんです。逆だろそれ。おいおいふざけてるとこのままデスしちゃうぞ。それは動画的に美味しくないよね。今回は全然見せ場がないってのに。いつも見せ場はないけどな。あれこれ敵さんストームの方へ飛んでいったんじゃねえの？飛ぶ前にショットガン当ててるから。あほらストームダメージでデスしてる。このキルポイントは美味しいな。でもお前も早くアンチへ行かないとデスしちゃうんじゃね。大丈夫大丈夫、足だって速くなったし、歩きながら包帯も負ける。これはストームも抜けたも同然だね。いやこれいけなくね。いやまだ私は諦めない。足の速さが戻ったって動画でストームですとかとんでもない。おいグラップルもっと飛距離を伸ばしてくれ。